こんにちは、シーバードです。今回はメサブギーのスロットルボックスをご紹介させていただきます。こちらは千葉県船橋市にある千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。アンプで有名なメサブギーなんですけれども、このスロットルボックス、僕ですね、以前から使ってみたくて、その理由としてはですね、私が愛用しているこちら Zoom の MS50G の中にこのスロットルボックスのモデリングが入ってるんですよね。 BG スロットル、これがですね、非常にいい音が鳴るので、実機をぜひ使ってみたいということで今回お借りしてきました。もう外見からめっちゃ強そうですよ。ほら、メタリックな感じでラメってますよ。非常に強そうなエフェクターですね。説明書を読んでみると、スロットルボックスはなんといってもゲイン重視の製品です。このけだもの級のペダルはロックメタルに最適なカットや攻撃性を提供しながらも、メサの製品全般に共通する温かみやオーガニックな音質を維持していますと。で、クラシカルロックやリズム、リードともにハウリングするブルースに最適な低域のゲインコントロールも見過ごせませんという感じでですね、もうけだもの級のペダルと説明書でも歌っております。ではつまみを見ていきましょう。つまみは4つで、レベル、ゲイン、ミッドカット、トーンという風な感じで、非常に使いやすそうですね。そしてここにハイとローの切り替えがございます。これね、ハイは赤でローがオレンジという風な感じで LED が切り替わると、おしゃれですね。で、見た目もすごいおしゃれです。このコンパクトエフェクターにもメサブギー感が、こうオーラが出てますね。で、まずはこれ単体で鳴らしてみて、その後 MS50G のモデリングと鳴らし比べをやってみたいと思います。では音を鳴らしていきたいと思います。ギターは BC リッチのモッキンバード ST でいきます。アンプはマーシャル800のモデリングで、若干歪ませているような感じです。では全て12時で、こちらをローにしてもうちょっといきましょう。ハードな感じでいいですね。もうちょっと原因が欲しいですね。このローの出方は非常にメサブギーレクチファイアっぽい感じのローの出方ですね。いいですね。ちょっとトーンも上げてみますか。ズシ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 きますね。今度はミッドカットを上げてみましょう。めちゃめちゃ好みの音になってきましたね。ハイで、ミッドカットを削ってみましょう。その中に若干ジャリッと感を、では続いて MS50G との鳴らし比べをやっていきたいと思います。
まあ、今回せっかくなので同じセッティング、全く同じセッティングにして弾いてみましょうか。ただね、このブーストのオンオフがあるので、ちょっとそこだけ様子を見ながら、基本ちょっとオンでいきましょうかね。じゃあまずは MS50G を全てフラット状態、12時状態で鳴らしてみます。そしてローの方ですね。ローの出方がね、やっぱ違いますね。次ミッドカット、うん、いい音。ミッドカットを3時ぐらいにして、うん、これにゲインをもうちょっと上げてみましょうか。うん、いい音ですね。ゲインを30ぐらいまで上げて、やはりずしずし感ね、このローの出方が違うなというふうな感じですね。続いてハイにしてみましょうか。あ、こっちの方が似てますね。ローよりもハイの方が似てると思います。フロントで単音を弾いてみましょう。かっけえ。うん、質は似てるけれども厚みがね、やっぱり実機の方がしっかりした重量感みたいなものがあるなというふうな感じがしますね。まあでも MS50G もデジタルながらここまで再現できてるっていうのはさすがズームです。うん、なんか今回どちらも素晴らしいっていうのが分かったので、僕的には非常に納得です。今以前から鳴らしたかったスロットルボックスを弾けてよかったです。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。